ガルクラコラボのイヤホンを買ってみた。実用面ではどんなもんなんだろうか。電子レンジマンの動画、革版が積んだもんなのだ。四国メタンですが、このチャンネルではたびたび影響案件とか大手メーカー製とかのイヤホンを紹介してるわけだけども、今回はちょっと今までと違う路線のワイヤレスイヤホンをレビューしていくのだ。アコースチューンという2013年創設イヤホンメーカーのサブブランドのアニマとやらのイヤホンだね。いろいろなイヤホンを出しているらしい。で、このラインナップの中の音機用とコラボしてるモデルみたいなやつで、まあ大量にアニメや VTuber とかとタイアップした製品が出ていますと。イヤホンの音声アナウンスがキャラクターになってたり、デザインがコラボ先の仕様になってたりしますと。で、今回ガルクラモデルを入手していたのだ。普段あんまりこういうアイテムのレビューはやってないので、まあいいんじゃないでしょうか。ガジェットネタ中心とかしているこのチャンネルだけど、本来アニメ特撮やフィギュアなどのマニア系チャンネルだからね。ただこういうタイアップ系のアイテムって肝心の使い勝手が心配になりがちよね。実際売りの音声アナウンスとか動画で流すわけにもいかんので、今回はこいつのイヤホンとしての使い勝手や音質に注目してみるのだ。今回のこれ自体はもう受注期間終了してるけど、同じ型番の別の製品とか元になってるイヤホンとか気になる人の参考にでもなれば。このアニメ何気に東映アニメーション制作なんだよね。子供向けのヒューマのアニメが多いから結構意外よね。箱がちゃんと作品仕様のデザインになっているので、箱も保管対象となるのだ。言うてガジェット類の箱ってリセールバリューにも影響するので取っておくけども、とりあえず開封していくか。これどうやって開けるんや。多分なんか側面から開くやつだろう。開いたのだ。おお、安いイヤホン入手することが多いからなんかいろいろと新鮮だわ。この状態で飾ってもいいレベル。一般的なガジェット製品だと商品説明とかが書かれてる部分が作品主人公であるイセリのイラストになっているのだ。反射であんまり見えてないけど、イヤホンとケースが開くと見えるしよ。なるほど、この辺もやっぱり激安中華イヤホン系と比べてさすがに立派ではあるのだ。付属品は説明書とイヤーピース類だね。耳に固定するラバーサポートだかも付け替え可能。投稿者の耳だと特に変更しなくても装着できたが、こんな感じですわな。この製品シリーズは結構塗装が剥げるみたいな声もあるので、今後クリアケースを買っておこうと思うのだ。その他の仕様はかなり小さめかつ普通の形状のケース。正直めっちゃ汚れやすいし高級感もなくて、これで2万かという感じはあるのだ。一応約 1.5 万の ANW01 ってやつの仕様変更品みたいね。イヤホン本体表面のロゴも作品仕様になってるわよ。イヤホン本体もまあ正直見た目だけで言うと3000円くらいの雰囲気。ダイソーのワイヤレスイヤホンと大差ない気はするわね。見た目はよほど音質に特化してるのかもしれん。こんな感じでケースに収納できますよと。本当に普通だわ。なんか光ってるわね。ちなみにイヤーピースはダイソーのにも付け替えられたけど、蓋が閉まらなくなったのでまともなやつ買った方が良いね。電子レンジマンの動画、とりあえずエクスペリア1 Mark 6 にでもペアリングしてみるか。イヤホン本体を取り出しつつ、 Bluetooth 設定画面で普通に接続可能。バッテリー残量も表示されてるね。で、アニマの独自アプリでいろいろ設定ができるっぽい。アプリストアでの評価が低すぎる。入れてみたのだ。お、ちゃんとガルクラ仕様として認識されている。キャラボイスでアナウンスしてくれるイヤホンなんだけど、このアプリ内のストアで別キャラのを買って変更することもできるのだ。ちなみに開いてみたら、2024年10月現在は少女歌劇レビュースターライトのキャラ名が表示されました。え、実は大人の事情により動画編集時点ではまだ本作用の追加ガイダンスが未発売なのよね。結果としてその上で何らかのミスにより別作品のガイダンスが表示されてる状態なのだ。なかなか面白いことになっている。ガイダンス音声の選択、購入以外にはイコライザやシステム変更などもアプリからできるのだ。システム変更ではアップデートができたわね。イコライザーはこれ1種類しか表示されてないが、インテグラルは低域のグルーヴ感とボーカルの距離感を意識したチューニング。イコライザークライモット用意してくれてもよくないか。ちなみにさすがに気になって X で調べてみたんだけど、他作品のモデルもイコライザーは1種類しかないみたい。まあ別にこの選べるやつで音が良ければそれでいいけど、なかなか変わった仕様だわ。アプリの仕様はそんな感じですわ。あとケースは充電中に緑のライトがついてるね。今のところ割と何とも言えない感じがあるけど、実際の使用感はどうなのこれ。まあ仕様としては連続再生時間はともかくケースの充電回数が微妙だったり、あとノイキャンはないみたいだけども、とりあえずイヤホン本体の装着感は良くて投稿者の耳には合っているのだ。ただボタンはちゃんと押し込むことで反応するんだけど、まあそこそこ硬いのでご反応はない代わりに耳に負担かかるね。また外音取り込み機能がイヤホンのボタンの4回押しで利用可能なんだけど、これ説明書におそらく記載されてないし、そもそもこの固めのボタン4回押すのきついって。なんつうか厳しい仕様だわ。
取り込む外部の音の音質も結構悪くてこもってるのだ。外した方が早いかと。イヤーピースはマジで100均レベルの水道でもいい感じのやつなので、多分ちゃんとしたやつは別で買った方が満足度は高いかな。投稿者の耳ではまあこれでも問題なかったけどもね。あと USB Type-C 端子の位置だけど、アニメコラボという点では充電中にケースの蓋のロゴがちゃんと見えるような配置になってるのは良いね。というわけで音質の感想に行きますと、今まで投稿者が買って使ってきたイヤホンの中でも非常に独特だと思ったのだ。ぶっちゃけ投稿者って音の聞こえ方とかに関する知識も薄いし、とりあえずクリアーに聞こえてれば全部 OK みたいな感じなわけだが、その上で特徴的っていう感想を持つのはなかなか珍しいわね。ちなみにスマホ側で HD オーディオのアクト X 対応機器として認識されてる上での感想になるのだ。なんというか結構ボーカルの主張が強いんだよね。サンバルカンの主題歌を聞いてみたんだけど、コラボイヤホンなんだからガルクラの楽曲から聴けや。まあどっちも東映だし、串田明とコオロギ73の歌声がここまで強く聞こえるイヤホンは今までの手持ちにないように思ったのだ。多分近年のアニソンを中心に聴く人向けのイヤホンということで、ボーカルが聞こえやすいような調整が重視されてるのかな。一方で女性ボーカルの歌だと若干音が耳に刺さるような感じもあり、まあとりあえず多少音が張るイヤホンなわけだけど、高い分それなりに音は良いかな。先日セラクシーバッツ3プロも買ってるわけだけど、あれは今回のと比べて音が違うのくしゃ。向こうの方が AOW01 と比べて聞いてて疲れにくい音かな。全体的に地に足がついている感じというか、値段が2倍近く違うこともあって、音のクオリティはさすがにセラクシーバッツ3プロの方が総合的には上かな。まあでもケースやイヤホン本体はだいぶでかいけどね。あとは今回のは微妙にケースにイヤホン収納する際の位置調整がシビアかもしれん。ちょっとずれると充電されスペアリングもそのままになるからね。アトノイキャンはない本気だが、カナル型イヤホンなのでまあそれなりに外部の音は遮断されるのだ。音質は良いけど全体的には安い仕様って感じ。電子レンジマンの動画で、今回のやつはアニメ等とのコラボ向けのアイテムなわけだけど、大元の ANW01 というやつだともっとイコライザーが充実してたりするみたい。つか値段自体は今回みたいなコラボ製品のが高いのにわざわざ要素を削る意味がよくわからんな。それも踏まえると AOW01 系はアニメ等のファンが半アイテムとして使うのにおすすめという感じにはなりそうだね。単純に音質を求めるのであれば、おそらく同社の製品にしても ANW01 の方が良さそうな雰囲気。より高額で多分性能も上がっている ANW02 というのもあるし、そして今回の AOW01 レビューではまだそこまで長時間使ってるわけでもないので、今後ずっと使ってみてなんか変化とかあればどっかで言うのだ。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるので、チャンネル登録とか評価とかよろしくなのだ。レビューしてほしいガジェットの案やコメントもお気軽にどうぞ。紹介した商品のリンクは基本的に概要欄にあります。ブログやノート、サブチャンネル、SNS もあるので、興味あれば概要欄からチェックしてくれ。そしてイヤホンといえば、アンカーがイヤーカフ型のイヤホンを今度出すみたいなんだよね。このタイプは使ったことがないので、ちょっと使ってみたいと思っているのだ。値段的にもギリギリ手を出しやすい範囲内って感じかしらね。また見てくれよな。